ルモイ鉄道。ルモイ鉄道は、北海道雨流群、空地市町管内沼田町で、鉄道路線を運営していた私鉄。沿線の炭鉱の閉山により、1969年に、鉄道路線を、休止、1971年に正式に廃止した。路線の所在地と会社名が一致しないが、これは1941年まで、ルモイ港周辺に、貨物船を保有していた経緯による、 なお、萌えは、萌えの独自だが、本鉄道が存在した間の正式な表記は、萌えであるため、本校の表記はすべてこれによる。なお、地名等との祖母については、1947年に、ルモイ町が姿政を施行する際に表記を、政治のルモイ市に改めたことによる。国鉄、JR 北海道の路線名、駅名については、1997年に政治に改められている。 石狩川水系の宇流川の支流であるホロ新立、別川、ホロニ立別川流域に開発された宇流丹田の核炭鉱から産出される石炭を、ルモイ港に積み出すため、沿線核炭鉱を経営する、明治工業や浅野道族、三井鉱山によって、京橋区銀座7丁目5番地に、資本金250万円で設立された。 炭鉱の所在地が五両輪であったことから宮内省も株主に名を連ねていた。なお、当時の主な株主は、明治工業1万株、浅野炭鉱1万株、生命保険協会1万株、三井鉱山3500株、北炭3500株、三菱工業2500株、住友炭鉱2500株、大倉商事2500株、宮内省1000株など、 鉄道路線は、ルモイ本線の海老島駅から分岐して、上流の各炭鉱に連絡して、昭和駅に至る炭高線とルモイ駅から分岐して、石炭石出港であるルモイ港を取り巻く、臨港線、南岸線、北岸線からなっていた。両線の間は、国鉄ルモイ本線により輸送を行った。炭高線は旅客貨物営業、臨港線は貨物営業のみ、 口術のように当初は旅客営業も予定を行ったが、開業時は本線用の車両を保有せず、国鉄、当時は鉄道省に運行を委託した。国鉄では、海老島に中白所、深川機関区海老島中白を設置し機関車一両が常駐した。1939年、手塩鉄道布設に伴って、ルモイ駅構内配線の改良がなされると、 これに連絡する臨港線は1941年10月買収、国有化されて、ルモイ駅の港内側線となり、以降は住港線のみとなった。1952年には、客下分離が行われ、ようやく自社の機械式機動車による旅客列車の運行が開始されたが、貨物、混合列車は国鉄による運行管理が引き続き行われ、国鉄機がこれを牽引した。 1955年に液体式機動車が増備されるに及び、ルモイ本線、海老島深川間への直通運転が計画され、翌1956年5月に実施された。その後、自社発注のディーゼル機関車導入に伴って1960年10月末日を、もって国鉄との運転管理委託を解除し、すべての列車を自社運行とした。1958年には、 ロータリー式除雪用ディーゼル機関車 DR101CL を導入した。これは、ルモイ鉄道冒険の三和工業、後の日常が開発して、新潟鉄工所で製造したもので、ロータリー装置を脱着可能な 1067mm 機関のディーゼル、機関車としては日本初のものであり、国鉄 DD14 型開発の先駆となったことから、ルモイ鉄道は、 運輸大臣より表彰を受けている。沿線炭鉱の順調な出炭に支えられて、昭和30年代までの経営状況は極めて良好で、液体式機動車も5両を数えるほどであったが、1968年11月に、宇流炭鉱、翌1969年4月に、昭和炭鉱、立別炭鉱が相次いで閉山すると存在理由を失い、 同年5月に営業休止して会社構成手続きに入った。この間、採石事業などを主体とする会社再建案も検討されたが、子会社の倒産も相次いだことから翌1970年11月には会社の生産が決まり、運行再開することなく1971年に全線を廃止した。単鉱線は北海道雨流郡沼田町の海老島駅から、 道町内の昭和駅を結ぶ1 7 6トルの路線で沿線の炭鉱、昭和炭鉱、浅野炭鉱から産出される石炭をルモイ港に輸送する使命を担った。1928年に、港日の臨港線、北岸線と共に恵ま人を立別館、翌1929年に立別佐々木沢間の鉄道不設免許を取得し、 1930年7月に目ぐま、人を立別間 14.0km、同年10月に立別昭和間 3.6km を順次開業した。なお、佐々木沢付近で予定された三井鉱山工区の炭鉱開発計画が頓挫したため、昭和佐々木沢間 2.35km は未着工のまま、1942年に免許を執行している。開業当初より、 鉄道省札幌鉄道局に運行管理を委託し、客車も鉄道省から借り入れたため、当時の在籍車両は昭和駅構内で入れ替えを行う小型機関車のみであった。戦後、五両輪からの木材発送がなくなった立別駅を1949年に廃止した。1952年にはディーゼル動車を購入して乗降場を設置し、 旅客サービスの向上に努めるとともに、これまで混合列車で使用していた国鉄借入客車を正式に譲り受けた。1963年には九州鉱山立別炭鉱の開港に伴い、立別駅が積み出し市駅として復活した。昭和30年代の営業係数はほぼ70から80台で、貨物は年間約45万トン、旅客は 年間約45万人を数えるなど、輸送量は全増傾向にあったが、1968年12月の第四次石炭政策答申で、国内炭鉱の整理統合性が明確に示されると、中小炭鉱は一気に平山へとなだれ込み、沿線の炭鉱が消滅して、ルモイ鉄道は存在理由を失った。1969年に営業休止、 1971年に全線廃止を実施した。印は交換可能な駅、交換可能な駅、接続路線の事業者名、駅の所在地は廃止時点のもの。鳳沢乗降場は路線廃止前に廃止。臨港線は留萌港からの石炭、木材の積み出しのために建設された貨物線で北岸線と南岸線の2路線を有した。 この貨物船こそが本鉄道の名称の由来であり、炭高船の使命を補完するものであった。当初は北岸線のみの鉄道敷設免許を得て、旅客貨物営業を目論んだが、ルモ以降の実行工事に伴って、南岸でも石炭二役を行うことになり、南岸線、旅客貨物営業を追加した。開業後は両船とも貨物営業のみを行い、 南岸線の旅客運輸営業については、道庁の報告によれば、ガソリンカーの導入も検討されたようだが、旅客用施設建設など具体化に至らず、ルモイ町内で乗り合い自動車の運行が始まると、旅客営業の必要は薄れ、結局実現することのないまま営業廃止している。なお、1934年には南北両線で一時限りの旅客輸送許可を得ている。 これは当時、北満に出兵していた第七師団の交代兵員を、ルモ以降に輸送するため、第七師団より通知された日時に、国鉄客車を直通運転するものであった。1934年には、北岸線より分岐し、五丹浜に至る約 1.2km を着工したが、五丹浜駅設置予定地の土地買収が予定通りに進まず、 その手前に設けたカリコタン浜駅で木材を中心とする貨物扱いを行った。臨港線はルモイ駅の改良に伴って1941年に買収国有化され国鉄ルモイ駅の構内側線となった。列車の運行管理については開業から買収に至るまで鉄道省に委託されていた。1952年の起動車導入当初は 国鉄の機械式機動車に類似した車両を新造したが、うち一両は木造客車の台枠を流用して製作されたと言われている。国鉄乗り入れ用に導入された機動車はキハ線、100 1 0 0ハ1 0 0 1 1 0 3キハ2000、2004.2005の5両で、キハ1000型は湘南型の前面にバス窓の側面、1100型は 前面が湘南型で国鉄キハ21型と国鉄キハ22型を接中したような側面形状であった。キハ線型は全面倉庫にも一等式ヘッドライト、最近の乗用車で見られるような、高軸が曲線区間では内側に向くものであったお装備し、また台車は管理地での運用を考慮して空転しにくい二次駆動方式とするなど思考要素が多かったが、 キハ1100型は通常型ヘッドライトや一軸駆動などより平凡な設計になっている。また、キハ2000型は基本的に国鉄木ハ22型に似るが、台本が国鉄木ハ55系のように全消灯量は気につき、また、便所が未設置であるなど、室内レイアウトに若干の違いがある。なお、国鉄乗り入れ車には国鉄型 ATSS が搭載されていた。 廃止後、茨城県の茨城交通、現、北千中海浜鉄道に、蒸気の前車が譲渡され、羽幌炭鉱鉄道から来た、キハ22系3両に合わせて、元羽幌車のオリジナル塗色である、ワインレッドと、白帯色に塗り得られて運行された。このうちキハ2000系2両が2015年まで、使用された。また二千五年以降、前述の全面デザインによるためか、キハが、 かつてのキハ55のイメージを彷彿させる国鉄準急型汽車の塗色となり、キハ2005も2009年末に国鉄急行職に塗色変更された。キハ2004は2016年に平成築法鉄道へ譲渡されることとなり、同年10月17日に金田駅に搬入されたが、車席編入はなされておらず、本線走行は認可されていない。また博物館、 明治村に、元日本鉄道の客車2両、歩破2 201、歩破府2854が譲渡されたが、台車のみ展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。